界のホンダデザイナー同士が刺激を受け合い魅力的なプロダクトにつながることを目指した社内デザインコンペから優勝したのが二輪のデザイナーから出てきたアイデアでした。デザインコンセプトはエクスポージャーです。 RC23V4 エンジンのミッドシップです。基本骨格はバックボーンセンターフレームがドンとあって、それを4つの足が支えている。全てが囲われた通常の自動車のボディ構成とは違うエンジンや機能部品が見えてるんですね。ドライバーまでもが物質したユニークなパッケージングとメカニカルデザインの見事な融合だと思います。日の丸をモチーフにしたグラフィックはホンダ初の F1 参戦マシン RA271 をイメージさせる。世界を相手に戦う、挑戦し続けるという思いを込めました。このプロジェクトに限らず二輪四輪の垣根を越えてどんどん新しい提案をしていきたいと思います。